まあ見えるか、見えるか。ちょっと寒いのでさすがにあの上着を着させていただきました。みちちゃんに渡しましたか？渡しました、公演の日に。いいね、ありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。私もピオリンに最初思いました。ピオリンから。大きくないです、ちょうどいいです。トップなんて書こう。ちょっと電子レンジ使ってるからごめんなさい、多分元に戻ると。練習に使ってますね。そう、私の家の電子レンジは本当に家中の電波を奪い取る電子レンジです。テロップはね、ちょっと迷ってやめた。何しようと思って。そうなんですよね。私黄色似合わないのかな。なんかあんまり似合わない気がする。こんばんは。あー、そうかもしれない。私ね、イエベじゃないんですよね、ブルベなんですよね。イエベの方なら似合うかも。上に着る服これしか。あれですよ、服の話で。服の話、服の話。みんなペンライトって言ってるけど、服の話だよ。なんかイエローベースとかブルーベースとかあるんですよ。そうそう、顔の色とか、なんだろうな、その人に合う、なんか大まかに分かれてて、イエローベース、ブルーベースで2つに。そうそうそう、だからなんだろうな、例えばすごいなんかもう、ま、何、蛍光じゃないの、ビビッドピンクみたいなのが似合う人もいたら、 いれば、似合わない人もいたりとかするんですよね。
そうそうそう、メイクでもそう、なんかオレンジリップとかピンクのリップとかも似合う似合わないがあったりするんですよね。私は多分オレンジとか暖色系はあんまり似合わないタイプだと思うんで、多分ブルベかな。なんかいろいろ診断できるんですよ、血管が何色かとか、あとはなんだっけな、目の色とかなんかいろいろあって。そうなの、なんか顔色がいいとか悪いとか。あるみたい。あくまでもね、あくまでもさあれだから、全然私オレンジリップとかつけちゃうけどねそうそう、暖色系はね、そうそう、服はね、持ち物とかは全然何も気にしないんだけど、服は割と気にして買うようにはしてます。これ見えるようにしたいんだけど、なかなか難しいです。みーちゃん今カラコンしてる？してないです。カラコンしてないんだけどね、あの昔この話したと思うんだけど、なんかカラコンもらったっていうか、眼科でなんかくれたんですよ先生が。そうそうそう、なんか頼んでないんだけど、なんかカラコンなんかくれて、そうお金無料でね、それつけた時に結構なんだろう、変わるなと思って印象が。そう、それであの、あ楽しそうだなと思って、そう数枚だけもらったから、そう試してね、そう使ったことがあるの。あの私はちょっと怖いから眼科のやつしかあのつけれないんですけど、そうそうそう、なんか私もねよくわかんないの、急にあのなんか先生に見てもらってから、何あの看護師さんじゃないけど、何ていうの、そういう方が「何色にしますか？」って急に言われて、ええカラコン買うの？と思って、そしたらなんかそのお試しでみたいな、ええー、と思って、その時に茶色っぽいやつをあのもらったんですけど、それがね意外と、そうそうそう、なんかちょっと印象変わる感じで、そうあの楽しかったなんか良かったので、なんか最近変えたいなって思ってるんですよね。眼科です、いつも行ってる眼科なんだけど、そうそうそう、だから最近そのなんか大きくなるっていうか、なんか茶色っぽいやつ、おそうそうそう、なんかね何年前だっけな、 1,2,3 その話がね 3,4 年前ぐらいの話なんだけど、3だから 3,4 年間つけてないから、ちょっとねなんか気になるなと思って、またつけたいなって最近思ってます。もちろんもしかったらショールームでつけたいと思います。そう安心してください、ちゃんと眼科のねちゃんとしたやつなので、はい、まあちょっとお高いんだけどねお高いんだけど、ちょっと今ね迷ってる。でもうんどうしようかな、楽しいんですよね、なんか印象変わるから。いや毎日カラコンはしないよ、多分すごいお金かかっちゃうからカラコンも高いからさ、
すごいお金かかるから毎日は絶対にしないです。カラコンのプレゼント、いや多分届いても私の私視力あの悪いから、あのあれ多分届いてもねつけれず、つけれないと、うん、高いね眼科の言ってるやつは高いです。普通に、うん普通に高め、ドンキとかに売ってるのは安いと思います。普通のより同じかちょっと高いぐらいだとか、そうワンデーだからね。あそんなあれですよ、あのゴテゴテのじゃないか、私あの全然今持ってないんで消耗品だから高いんだよね。なんか今日メイク薄いね。全然メイクしてないから。メイクが薄いです。私も昔はお母さんとかがコンタクト入れてるの見てて、絶対コンタクト入れたくないって思ってたけど、普通に悪くなっちゃったよね。スマホ買い出してからかな、悪くなっちゃった。あ、私もなんか中学校の頃はあれなんか大事な時だけコンタクトしてました。勉強なしすぎじゃないの、違うんだよね、完全にスマホ飲みすぎです。あ232ありがとうございます。拍手ありがとうございます。パチパチもありがとうございます。高いからね、メガネ、メガネでも似合う方は本当にメガネで全然いいと思う。私似合わないからコンタクトつけたいなって思うけど、えらい、ありがとうございます。拍手ありがとうございます。ドラマで見るような外れ方ってするのあれか、なんかこう落ちてコンタクトがみたいな感じ。私は目こすってなんかすごい無意識に目こすっちゃってでパッて開いたらポロンみたいな時はあります、たまに。だからそれが怖いから常にねコンタクトは持ってないと、あのねいつさ例えばね劇場公演のさメイクしてる時に目こすって取れたとかなったら嫌だから常に持ち歩いてます。私もコンタクト怖いせいでしたよ、もともとは。メガネは虫や異物が入らないけど、確かにメガネの方が多分安心安全だと思います。私はそこまで見えなくなるわけじゃないんですけど、私、まあ、まだなくても全然歩きます。でもファンの方が見えなくなっちゃうから、ね、絶対劇場ではつけないと。多分ペンライトも分かんないかもしれない、水色と黄色がこうぼやーってなっちゃう。あー確かにマスクしてメガネの方は大変かもしれない。私も大変だったわ。今の時期は大変ですね。
みーちゃんのキョンかっこいい、ありがとうございます。テロップやっぱり入れよう。どうですか。止まる？あ、今あれです。今絶対電子レンジ使いましたね。ごめんなさい。画質が落ちた。もう今終わったから大丈夫だと思います。なんか髪伸びたんですよね。もう切りたい。前切ったぐらいが私はちょうどよかった。なんかあれ、ミクルも切った髪可愛いって言ってくれたから、なんかもう切りたい。もう切りたいです。な、伸びてきました。最近タイマーの話してる？してないかも。してないかもしれない。じゃあ食べ物の話しますか。確かにしてなかった。髪伸びるの早いの。そう、あのね、頭皮マッサージしてるからね。なんか頭こうマッサージするとすごい気持ちいいんですよ。だからお風呂上がりにやってるんですけど、顔もねシュッとするので。もうそしたらね、髪の毛がね早くなっちゃうんですよ、伸びるのが。それもそれで厄介だなと思って。そう、そんなに髪をめっちゃ今は伸ばしたいだけでもなくなっちゃったから。そう、でも顔すっきりするからやりたいんですよね。あのドーナツどこのコンビニ？あれはクリスピーです。あ、この前美容院で頭皮マッサージしてもらった。絶対気持ちいいよね。なんか人にしてもらう方が絶対に気持ちいいと思う。フラペチーノ美味しそうだった。そう、あれはあれもあのあれはめっちゃ美味しかった。でもその前のやつがね飲めなかったんですよね。タンシチューいいな。クリスピー美味しい。クリスピー大好き。いいね。テスト明けでご褒美としてね。いいねいいね。三角チョコパイは結局私1回しか食べてない。白を1回しか食べてないですね。ハートありがとうございます。あ、そうそう、名古屋駅に売ってますね。でも寒くなっちゃった、フラペチーノ飲んだら。だからどうなんだろう、ホット飲んだことないけどホットも美味しいと思います。あ、甘すぎる方はなんかシロップ少なめとかできるらしいので、そうしてみるといいかも。私も結構甘いなって思ったので、シロップ少なめでとかシロップなしでとか言ったらもっとさっぱり飲めるかもしれない。ありがとうございます。ホットもそうあるの。ちょっと抹茶のホットもね悩んだ。すごい、ホットも飲みたいなって思って。
油そばの菓子券っていうのかな、なんか聞いたことあるね、聞いたことあるけど行ったことないです。油そばは人生で1回ぐらいしか食べたことないかも。ローソンのすき焼き肉まん、そんなの出たの？なんか肉まん食べてないな今年。あ、嘘、食べた食べた。マクドのゴディバのやつ飲みたい。飲みたい。でもさ、マックカフェってあまりないからね、免疫にあるのは知ってるけど、なかなか免疫に行く機会もないし、見たいな、あれ。油そばいいね。コーヒー飲めますか？飲めます。好んではそこまでは飲まないけど、なんか甘いものがあったらコーヒー飲みたいなって思います。明日から博多出張いいな。じゃ あの博多のなんかスイートポテトみたいなやつ美味しかったですあとは麺麺気をつけて行ってきてください。あ、マクド言いませんあの今読んだだけ、マックです。一人ラーメン行ったことないけど行けない気がする一人カフェもな、なんか行けるようになりたいんですよね。ハーブス行ったことあります。なんかハーブスは私ミルクレープが一番好きなんですけど、チーズケーキも美味しかったです。あ、なんだっけな、博多ポテトみたいなやつだった気がする。うん、ローソンのミルクとコラボしたクレープめっちゃ美味しい。あ、なんかミルクってお店のやつはすごい気になってて、なんか一回なんか食べたことあるんですよね、ミルクの店で。だからすごい気になってる。一蘭はね、一蘭はあの行ったことあります。あら、ありがとうございます。そう、ハーブスめっちゃ美味しいよね。激込み？あれそんなに人気なの？みんなケーキ食べるのか。いいな、チーズケーキ食べたいチーズケーキ食べたい。あ、通りもんだ、通りもんも食べたいですね。そうです、12月2日です。そう、白いことのさんと1日違いです。誕生日ケーキはまたあの写真で送ります。お楽しみに。もう決めました。チーズケーキは、あ、チーズケーキは私めっちゃ好きなんですけど、何もぎなんかギュッてしたチーズケーキが好きです。はい、18歳です。18歳になります。レアなやつではないレアなやつでは、あ、レアなやつどういう、レアチーズのことかなレアチーズケーキも好きだよ。あ、皆さん同じの買いたいってことかな。でもホールだからなかなか。
です。あ、できれば。え、じゃあ、あれです、アイス、アイスです。だからちょっと皆さん買うのあれかもしれない、難しいかも。あ、でもアイスだから保存効くかなそういう問題じゃないかな。アイスケーキ、のなんか全部言っちゃうとあれだから、緑のエイリアン、エイリアン、緑の目が3つのやつです。あれに今年はしようかなと考えております。去年はピカチュウだったので、そうです。あ、調べたら絶対わかります。公式サイトに飛んでいただいたらわかります。ディズニーの緑の人。いや、ドラえもんと迷ったの。そう、ドラえもんとめっちゃ迷った迷ったんだけど、味が、私は食べたいのはそっちかなと思って味で選びました。そのキャラクターが好きというよりか味味が、なんかポケモン、なんだろう、イーブイがね、あったら、去年もあったんですけどなくなっちゃったので、そう、そうです、そうです。もちろん好きだよ、好きなんだけど味を最終的にまあ選びました。まあかなり大きいし、そう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 、家族で分けても、あ、一つ注意すると、もしね、買ってくださる方もしいらっしゃったら注意すると、1日で4分の1食べるとお腹壊すので気をつけてください。私は去年1日で4分の1食べてお腹を壊しました。だから1日で食べるよりかは、まあ、冷凍できるから、そう、ちょっとずつ、私その何、短期間に多分一気に食べちゃったから良くなかったと思うんだよね。朝から晩にかけて食べたらいい感じかもしれない。短時間で4分の1食べたらお腹壊します私はね、私は1日で食べたらすごいね。え、でも味わいましょう味わって。冷凍できるのでね、アイスは。ケーキだとさ、生ものだから結構賞味期限短いけど、アイスは冷凍したら全然いけるので、逆にケーキホールで買うよりも食べやすいのかな。ちょっとお高いけど、一気にはね、皆さん食べないように少しずつ。
だから私も今年はちょっとずつ食べようと思います。楽しみに、誕生日楽しみに頑張る。そこそこのお値段、うん、普通のケーキよりはちょっと高いかも。クリスマスケーキも決めました。そう、いつも頼んでるところで今年も頼みます。結構行事事は割とやってますね。まだ決めてない。なんか結構早く決めるといいことあったりとかもするので、ぜひぜひなんかそういうところもある。あ、アイスありがとうございます。そうなんですよ、12月は2回私はケーキ食べれます。当日ね、まだ分かんないんですよね、予定が。まあ最新の可能性が大々の大って感じ。まだ分かんないけど、え、そんな私の誕生日の方が嬉しい。ありがとうございます。ぜひ一緒に皆さんね、祝ってくださったら嬉しいです。朝からアイスは食べないけど同じ誕生日の、すごい。確かにもうこの時期は朝は一番寒いですからね。ありがとうございます。またありがとうございます。ねえ、本当に布団から出たくない季節。食べ物の話からケーキの話になっちゃった。これ見せたいんだけどな。見せびらかしながらやろうかな。柿ね、まだあと家に2個ぐらいあります。結
構見つけたら割と買ってる。なくなったら買うに。メッセージをどうぞ、なんかメッセージどうぞって言われたらなんか何言ったらいいのか分かんなくなっちゃうよね。ラジオの動画もそうでしたね。見てくださった方は分かるかもしれないけど、ハートありがとうございます。そのただのファンみたいなさ、もうろくなコメントできないんだよね本当に。あら、ありがとうございます。あ、リンゴも私最近ね、食べたいなって思ってます。最近はそうですね、なかなか、まあ、先輩方とお話しする機会もなかなかないんですよね。公演も実期生のみなので。それもありがとうございます。みかんも最近食べてます、毎日。さっきもみかん食べました、2個2個食べました。どんどん黄色くなってきます。そうなんですよね。12周年の時は結構お話、ま、私はまあ人見知りなのでそんなにお話はできなかったんですけど、今は本当にすれ違うとかはすごいあるんですけど、なかなかお話する機会はなくて、次はいつあるのかなって感じなんですけど、みかん美味しい。そうなんだよね、きっかけがね。あと、ありがとうございます。ビワと柿とみかん、どれが一番好き？柿かな。柿、影しか勝たん。暗いですよね、ここぐらいの方がいいのか。あー、どうしちゃった。だるま、ありがとうございます。最近はごめんなさい、柿が一番ですねってなっちゃいました。ビワね、そう、多分ビワを食べてたらビワが一番なんですよ。最近は柿ばっかり食べてるから柿が一番になってます。多分また夏になったら変わります。秋しか柿は食べれないので。その旬ごとで多分変わっていくから、そう、また変わります。なかなかね、お会いする機会もないんですよね。多分12周年
の時以降お会いできてないかもしれない。ドラマありがとうございます。冬も柿ありますか？冬も柿あるのかな。じゃあ秋冬は柿かもしれない。なんか暗い、ちょっと手で持ってみる。暗いですね。リングライト欲しいなって思います。買おうかな。干し柿は苦手なんですよね。ね、リングライトこの前見つけたんですけど買うの結局忘れてた。今度買ってみようか。でもリングライト置けるかな。なんか前ライト使ってたんですけど普通の勉強ライトみたいなの使ってたのでリングライトの方がいいですよね。そうですね。お話し会は多分リングライト皆さん使っているので私も欲しいなと。買おう。じゃあリングライト買います。なんですですかね、暗いんですよね。普通に電気つけてるんですけど。ライトつけた方が綺麗に映るかな。携帯の問題なのか何なんでしょうか。暗いですよね本当に。この場所がダメなのか。買うものどんどん増えちゃう。結局ね、そう携帯をずっと探してるんです。あ、携帯カバーだ。携帯ケースをずっと探してるんですけど本当にね全然出会えない。いいのに。そう昨日も探しててその前も探してたんですけど全然見つからないですこだわりがね強いんですよね。でももうね本当にバキって折れちゃったんですよ。なんか端の方が折れて、そうそうそう破片がね、そうなんか折れちゃったの。ここがほらバキってバキって折れちゃったの。ここほら危ない。だから早く欲しいです。あとなんかもうねボロボロになってきちゃった。早く欲しいけどなんか結構スマホケースでもテンション変わるから早くいいのが欲しいですね。スマホよく落とす人、いやそんな落とさないかな。けど画面にちょっとひびは入ってる。なんかカバー何フィルムにひびが入ってる。うん、画面自体は大丈夫だけどガラスフィルムだからガラスにちょっとね線がシャーって入ってる。え、あゴミだったやばい。なんか胃が痛い。いいじゃない。なんだろうこれ。肝臓みたいなところ痛い。わあ札幌旅行行ったらスマホ落として画面割れました。本当に全然体調悪くないなんかねこの辺が痛い肝臓飲みすぎ飲んでない。そういう痛い人に言いました
たまにないですか、謎の痛みみたいな。場所知らんのかよ、知らない、どこだろう、肝臓ってどこなんだ。肝臓右側じゃ違うわ左でした。適当な、ごめんなさい、適当な臓器を言いました。膵臓か、膵臓、膵臓、心臓、あれ肝臓、レバー食べたことないですよね。レバーって美味しいですか。体にいいって言うよね。でもなんか苦手な人は苦手って聞くから怖くて食べれない。あの馬刺し、馬刺しをね食べてみたいんですよ。なんか馬刺しってすごい何太らないみたいな、体にいいとか、多分脂身ないのかな、そう体にいいとか聞くんですけど、馬刺しもね怖くて食べれないんですよね。めっちゃ気になるけど、私もちょっと生物とか、そうレアとか苦手な人だから。美味しいの？アイスありがとうございます。あ、美味しいの？すごい、皆さん美味しいって言ってる。ええ、そんなに、そんなに、あ、逆にさ苦手な人いないね。うん、味ないの？ね、熊本県の馬刺しが美味しいって聞いたことある。まあなかなか勇気は出ないけど。食べたいですね、人生で一回は。苦手な方もいますよね。そうだよね、生け。私も生苦手だから食べれるかな。あ、57分だって、やばいやばい。よし、じゃああと3分みたいなので、ランキング読んで今日終わりにしたいと思います。ありがとうございました、今日も見てくださって。じゃあランキング見ます。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ありがとうございました。今日はこの T シャツも着れてよかったです。あのまだ私の誕生日は3日後なので、皆さん、この装飾はもうハッピーバースデーになってるんですけど、まだ3日後なんでね。
間違いなく。明日も夜配信です。あ、 T シャツもう一回見せて。では、では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 、皆さんおやすみなさーい。バイバーイ。おやすみなさーい。バイバーイ。